高島正治は、日本の合唱指揮者、元高校教諭、大阪府合唱連盟理事長、関西合唱連盟副理事長、合唱団ことの派混声合唱団歌うたいなど、6団体の常任指揮者、香川県立高松高等学校を経て、1979年、京都大学文学部卒、同年より、大阪府立、 淀川工業高等学校国語科教諭として着任。グリークラブを創立。初心者ばかりの男子高校生を率いて、関西合唱コンクール24回金賞受賞。関西代表として、全日本合唱コンクール全国大会に17回、出場し、金賞11回、銀賞4回など、2001年、文部科学大臣奨励賞を、はじめ、特別賞7回。また、 NHK 全国学校音楽コンクール全国大会においても近畿ブロック代表として全国大会出場5回、うち初出場の平成2年度に金賞受賞。淀川工業高校以外での活動としては同校の卒業生で編成される合唱団メンズウィードを指揮し、1997年2014年に全国大会金賞日本放送協会賞。 2001年2002年に同志社混成合唱団、小幕差を指揮し、全国大会金賞、文部科学大臣奨励賞。2006年度をもって、ヨドガ工科高等学校を退職。これを機に合唱指揮者として独立する。同校グリークラブの指導は2021年度現在も継続中である。近年は、同校での指導のほか、各種講習会での講師や、 演奏会での客演式、コンクールの審査員を務める。日本語を大切に歌う指導に定評がある。自らを合唱会の異端と称し、ヨドコーの演奏会には合唱会をリードする人、すなわち合唱式者、声楽家、作曲家、合唱連盟役員などの姿はあまり見かけない。ヨドコーの庭園はクラシックの演奏会の対局に位置している。 演奏会のコンセプトを簡単に言ってしまえば、笑いと涙であるとしている。楽譜も読めず、やる気もなかった工業高校の男子生徒が、音楽の授業もない学校で、努力の末やっとここまで歌えるようになったところに、感動を呼ぶところが、高島の指導の本質なのである。ありがとうございます。